ブレンダーズの小林です。今日はですね、価値を付加していますかというお話をしたいと思います。あなたはですね、ebook という用語を聞いたことがありますか？昔ですね、そうですね、2004年周辺だと思うんですけれども、もう英語圏ではですね、ebook っていう呼び方をしてたんですね。まあ、電子書籍のことなんですけれども、まあ、現在ですね、見渡してみると、ほとんど ebook という呼び名をしないんですね。これはですね、ebook という言葉の持つ、その、価値ですね。これが非常に低くなってきてるんですね。もう、至るところにですね、ebook が広がって、溢れて、氾濫して、もう特殊なものという印象がなくなってしまったんですね。まあ、日本においてはですね、まあ、最近マーケットに入った方は Amazon とかがありますので、まあ、電子書籍という呼び方をする人が多いのかもしれないんですけれども、最近ですね、英語圏でどのように電子書籍が呼ばれているかというとですね、マニスクリプト、マニュアル、極秘レポート、まあ、このようにですね、呼び方が非常に変わってきていると。そして呼び方が変わることによってですね、お客さんに対してですね、まあ、印象が変わってくると。価値あるもの、同じ PDF の、まあ、電子書籍と言ってしまえば電子書籍なんですけれども、与える印象が全然違うんですね。このようにですね、簡単に付加価値をつけることもできます。まあ、あなたがですね、まあ、商品を開発して、販売をするというプロセスにおいてですね、いかに、付加価値を高めるかと。もちろん内容も大事なんですけれども、今お話したようにですね、呼び方を変えるだけでも印象が変わってくるんですね。そして例えば、その電子書籍の1章、2章って言いますね。これをですね、モジュール1、モジュール2に変えるだけでも印象が変わってくるんですね。はい。まあ、こういうところから始めてですね、例えば PDF のレポート、マニュアルだけではなくですね、これをマルチメディアに変えていくと、PDF のマニュアルの他にですね、PowerPoint で、まあ、スライドを作ると、そしてそのスライドを PDF にすると。もしくは、例えば、あなたがリスト構築のトレーニングを販売している場合にはですね、そのリスト構築のプロセスのチェックシート、あるいはですね、ワークシート、こういったものをですね、作って、まあ、付加していくと。まあ、これは物理的にあなたの作業が必要になります。単に名前を変えるだけではないんですけれども、まあ、比較的ですね、もうすでに書いたマニュアルをですね、実践するために必要なチェックポイントをまとめるということは、それほど大変なことではありません。次にですね、あなたのテキストだけではなく、ビデオ化する、もしくはオーディオ化する、オーディオブックですね。このようにすることで価値を高めることができます。これにも、まあ、労力が必要になってくるんですけれども、まあ、これまでも何度かお話してるんですけれども、私たちのウェビナーという商品からですね、紹介するですね、Zoom というサービスを使えばですね、まあ、このように今私が話している、これも Zoom で収録してるんですけれども、最後にですね、ミーティングを終わるとですね、収録したビデオ、MP4 のビデオが自動的に出来上がります。そして同時にですね、MP3 のオーディオも自動的に出来上がります。こうすることによって、ビデオとオーディオがもう瞬時にできてしまうと。このようにですね、ツールを使った省力化っていうことも、まあ、できる時代になりました。はい。ですから、まあ、繰り返しになりますけれども、ネーミングを変える、呼び名を変える、そして、メイン商品を実践するために必要な補助的な資料を、まあ、作ると。ワークシート、チェックリスト、チートシート、こういったものを作、まあ、バンドルしていくよと。まあ、もちろんこれはメイン商品につけることもできますし、ボーナスとして、まあ、提供することもできます。はい。まあ、そういうところから始めてですね、マルチメディア化などをしていくことによって、あなたの単なる ebook がですね、
総合トレーニングコース、もしくは、まあ、自宅でのトレーニングコースということで、もう全然値段が変わってくると、値付けが変わってくるということが言えると思います。ですから、まあ、商品開発、オファーに おいてもですね、常にどうしたら付加価値を高めることができるのか、どうしたらお客様の視点から見てですね、知覚価値が高く見えるのか、こういった視点を持ちながら商品開発などをするといいと思います。はい、ありがとうございました。